くじらくじら。なんだね。関西弁で喋っているだけでおもんない奴らは関ジャニ∞だね。そのメンバーで白いのといえば横山優さんだね。そんな横山優の元カノ水戸アナが結婚したな。あれはカタカナのとじゃないよ、三浦アナだね。なぜ水戸あさみは横山優を捨てて友也を選んだと思う？クジラはわからない。クジラじゃわかんねえか。かなり残酷な理由なのよ。そうなの？横山は普段はとても温厚で面白くはないけど優しいんだって。うん。でも嫌なことがあると性格が表現するんだって。どうして？やはり親の愛情を受けてないからみたい。ああそうだったね。だから水戸アナはお付き合いする分にはいいけどさ、うん、この人と家族にはなれないと思ったんだって。悲しいね。横山がパパじゃ子供もかわいそうだしな。間違いないね。横山優はずっと愛とは縁遠い人生を送るんだろうよ。